きましたでしょうか。お、はい、MotoGP20 中編か後編か分かりませんが、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっとね、昨日結構練習しちゃったんだよね。結構練習しちゃったんだよね。マルク・マルケスを使ってあ、間違えた。ロードチャンピオンシップ。ボタンを変えたんだよね、確か。これでいいんだよね。やばい。これでいいんだよね。これでも一番優しいやつ。なんだよね。でも、なかなかですよ、これ。なかなかなんですよ、実は。ちょっとね、私もびっくりしてて、なかなか難しいじゃんっていう。まだゲーム慣れしてないっていうのもあるんだけど、他のはね、全部やってるから。でもやっぱり毎回毎回、ね、やっぱりやってくれますね、MotoGP ゲーム。マイルストーンさん。Are accompanying us on a tour of their favorite riders for today's MotoGP race. We can't make predictions, but judging from the extremely competitive qualifying sessions, we're sure we're going to see a fantastic show. そしてバレンティーノ・ロシからのこのサーキット知らないんだよね、実は。やったことないサーキット、やったことないサーキットってね、結構大変。あ、これはどこだ。そうだよね、やったことないサーキットだよね。まあギリギリかな。こんばんは。こんばんは、はぐれみたるさん、こんばんは。応援しに来てくださると嬉しい。あ、もう一名様、こんばんは。ゆっくりしてってね。おお、とっ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 と。八百長アンド殺人レース始まりました。やばい、コースアウト、コースアウトからの、ここはここ気をつけて。あー、一回転んじゃダメなんだよね。もう八百長じゃないよ。だけどね、これね、本当にね、うわ、もうね、なんかね、すぐ転んじゃうんだよね。フルバンクしちゃうと転ぶ。要は一番バイクが寝てる状態の時に一番転ぶ。これがね、どうにもならないんだよね。ここで、そうだね。なんとかトップ10に入りたいね。マルク・マルケス選手を今選んでるんだけれども、あー危ない。こんなね、トップ10で走るライダーじゃないんだよね。八百長しないように監視してます。八百長しないように監視しますね。え、八百長できたらいいんだけどね。
八百長できないんだよねこれね。うわあ、おお、あった。これね、ほんと難しいよこれね。大丈夫かねってぐらい難しいねこれはね。もうほぼほぼね、チャンピオンシップそのものをちょっと厳しいかなっていう、たらればもしはないけど、これは厳しいね。これね、本当に適当にやってるんじゃないんだよね。結構真面目にやってんだよね。だけどね、なぜかどこかでね、ズレが生じるんだよね。何なんだろうと思って。ここのコーナー慎重に。そうそう。いやー、でもこれダメだ。これダメだ。ダメだ。それやっぱね、トップ10に入ってポイントをとにかく取らないといけないから。ペトロッチなんだ。だって0ポイントってビリだよ、多分。ビリですね。226ポイントですから。We are moving now to the starting grid, where the MotoGP riders are ready to start the race. いや、これね、本当、大きな確定なんだよね。あ、間違えた。あ、リスタートになっちゃった。いや、リスタートしてもいい？同じサーキットだけど。いや、でもね、これ、本当に難しい。本当に難しい。数々の MotoGP をやってきてて、ナインティーンも結構ね、いい腕前だなぁとなってきたら、出てきたのがこの12。あ、12じゃない、20。この20はつわものだね。こんなになるかなぁっていう。ダメだね、これはね。もう、集団が見えないもんね。これ一番優しいモードなんだよ、これでも。これ結構難しいよね。だって前見えないもんね。ライダーいないもんね。ライダーいないじゃん、みたいな。なんか俺タイムアタックしてんのかな、みたいな。タイムアタックしてる。あー、やっちゃったよ、またやっちゃったよ、またやっちゃったよ。うわー、いやー、わー、オリベイラがザルコ抜いたっていうふうに掲示板に出てもしょうがないんだよ。どこにいるのみんな、本当に。いやー、ダメだ。さっきのあれも含めてやっぱりリタイアします。これは無理です。これはね、難しいよ、本当に。これね、ハマったら多分相当すごいいい順位が出せると思うんだけど、そう、大怪我レースなんだよ。さっきから大怪我しかしてないもん、絶対。難しいね。チェコブルノサーキットちょっと行ってみましょう。予選やりません。最後尾スタートから行きます。いや、でもね、本当大怪我レース、これはね、大怪我レース。バイク変え、ブルーのね、結構得意なんだけど、なんかね、昨日ちょっと実はね、夜中練習したんだよね。練習したんだけど、どうもね、あんまりうまくいかないっていうか。ちょっとでもコース離れると、コースからずれちゃうと、やっぱりね、スピンしちゃうんだよね。練習レース？練習レースじゃないよ。結構本気だよ。本気でやってるんだけど、
本当にね、ダメなんだよね。本気でやってるんだけど、この1コーナー大事。この1コーナー大事。大事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 。行かせません。ね。だってほら、他のライダーも転んでるじゃん。私がやったんじゃないからね、一応念のために取って。あー危ない危ない、あーやっちゃった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 、これなんだよね。これなんだよね。後ろから突っ込んでっちゃうと、やっぱりダメなんだよね。これがね、どうしてもダメで、なんでなんだろうっていう。全治6ヶ月の時。ああ。何位？19位。19位。あった。これね、リアブレーキがその代わりね、よく効くんだよね。そのね、効き具合が楽しい。もしかしたらこのね、ゲームのポイントはリアブレーキにあるのかもしれない。かもしれない。わからない。わからない。でも、リアブレーキを踏んだ時の、リアの流れ方がね、すごくいいんだよね。とてもゲームとは思えないぐらい気持ちいい。これはなかなか、やっぱり面白いゲームだね。今これね、実はね、北米版なんだよね。全部英語。だけど、日本版にでも買おうかなーって思っちゃうもん。あのね、難しいゲームって面白いね。おー、ようやく、後ろが見えてきた。1コーナー、1コーナー、1コーナー。ここでホームストレート。ホームストレートからの1コーナー、1コーナー、1コーナー、1コーナー。ここで、行かせません。はい、ラバットが見えてきた。ラバットに、誰？マルケス、弟。マルク・マルケスの弟、アレックス・マルケスですね。あー、危ない危ない、ごめんね。今、ごめんねって合図送ったね、今。危ない。おーっと、これは結構順位上がるんじゃないの？でもね、これね、コースアウトが怖いんだよね。ペース上がるとね、コースアウトがどうしてもやっぱりね、出てきちゃうから。あーっと、危ない。ロッシーちゃんが、ロッシーが。現役にして伝説のライダー、バレンティーノ・ロッシにぶつかって転ばしてしまったら申し訳ない。はい。ロッシが12番手。これまた珍しい。チェコでは結構勝ってるんだけどね、ロッシはね。表彰台にも結構登ってきてる。危ないよ。あーっと、ロッシクラッシュだ。ポルも抜いて、このお兄さんのアレイシエスパルガロ。前方にいますね。トップの10、10位に入ってます。お、ちょっとね、ちょっといい感じ。ちょっといい感じ。中上隆明。9番手。見えてきた。トップ10入りできるか。あまり欲を隠すぎずに行きたい。トップ10入りできるか。落ち着いて。みんなの応援必要よ。はい、トップ10入りできるのか。どうなんだー。とー。危なかったよ、今の。ファビオに抜かれる。今ちょっとブロックしちゃった。ごめんね。ミラーが見えてきた。ミラーが見えてきた。6番手ミラー抜いた。5番手も抜いて。さらに4位のリンスが見えてきた。これいけるんじゃないの？ファイナルラップだって。でもね、欲を担ぎないようにしよう。優勝よりもね、やっぱね、表彰台だよね。危ない。やっぱね、みんな走るラインがね、走るラインが一緒だから、
わかんないんだよね。あー、ベトルッチ、ドビチョーゾ抜いた。あ、今度ドビチョーゾ、クラッチローが入れ突っ込んできた。ドビチョーゾ、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 ドビチョーゾ。